平瀬実のる部は、日本の政治家。第15代鹿児島市長。串木野市長、串木野町長。鹿児島市下、荒田町の旧家、最上家に生まれる。鹿児島県立、第2鹿児島中学校を経て、1922年代、七高等学校増資官文科をつるい、卒業、1926年に、東京帝国大学農学部農業経済学科、卒業、 同じ下荒田町出身で後輩の佐田忠孝とは、中学は別だったが、旧成中学生と旧成七、高生の時、共に社会主義について勉強した。大学卒業後、貴業資家業の銭湯を経営する。地元下、荒田町の住民に押されて1933年に、鹿児島市議に当選し、以降10年間務め、内副議長を一期務めた。 1937年からは、鹿児島県議を兼任し、こちらも10年間務める。1943年に、串木野町議会による全会一致の推薦決議を受け、串木野町長に就任し、疎開対策や戦災からの復興に尽力する。1947年、公職追放となる。追放解除後の1952年の第25回衆議院議員総選挙に、 鹿児島一区から無所属で立候補したが落選した。1955年に、区志の市長に当選し、財政再建に取り組む。1959年4月30日の、鹿児島市長選挙に革新系無所属として立候補し、元鹿児島県副知事の参院佐を破り、鹿児島市初の革新系市長として当選した。1963年の市長選では前回 落選した三級サオが、保守系候補として、再び立候補し、激しい選挙戦の結果、六戦余りの差で落選した。市長退任後は、有機農法の推進活動を行う。1967年には、鹿児島県議に当選し、2期務める。1994年1月18日、選挙。自身は日本社会党の支持者であったが、 鹿児島市長としては、無所属で立候補、活動した。在任中は、宅地造成、下水道整備、ゴミ収集の提示化など、市民生活に直結する政策を実施した。他の、主な実績としては、鹿児島市民憲章の制定や、鹿児島南港の開設、イタリアナポリシとの姉妹都市締結が挙げられる。鹿児島市に新たで、温泉銭湯、竹坂温泉を経営。 この銭湯は1892年に竹砂湯として開業したものを昭和初期にミノルブが掘削して和菓子湯から温泉に転換し野号を竹砂温泉と変更したもの。ミノルブは鹿児島の銭湯における温泉掘削の推進活動を行い、鹿児島温泉銭湯文化の父とも称される。鹿児島市長時代も合間を縫って番代に座り、番代で シェイクスピアの現象を読む姿が有名だった。ありがとうございます。